午前中に、維新の会の時田委員もご指摘があり恐縮ですが、現在インドで行われております G20 外相会合に、林大臣が欠席し本予算委員会に出席していることについて、総理に伺います。私は林外務大臣は G20 に出席すべきと考えます。林外務大臣の G20 欠席に関する、総理の考えを伺います。岸田内閣総理大臣。 G20 外相会合については林外務大臣が出席する可能性を追及いたしましたが、同会合や国会を含む国内での公務の日程内容等を総合的に勘案し、最終的に政府外務省として山田賢司外務副大臣を出席するを派遣する、こうしたことが適切であると判断をいたしました。いずれにせよ G7 外相会合の場において G7 議長国である我が国として主張すべき主張、我が国の立場、これを発信してまいりたいと考えています。はい、この件につきましては林大臣が出席すべきだという旨の数多くの批判がされているように思いますし、私も同意見でございます。外務大臣の第一の仕事は外交であり、今の国際情勢を考えれば外務大臣はもっと海外に飛び回ってもいいくらいで、 G7 議長国であればなおさらです。いろいろと言い訳はあろうと思いますが、大事な国際会議だから行くんだという強い意思表示をされて実行される方が外務大臣であるべきという要望をさせていただきます。